今日はついに新しいクラブハウスができたので一足先に調査行ってきたいと思います。それでは皆さん行きます。せーの、ファイヤー。数え切れないほどの下駄箱、スポーツも入るよ。まあ、たくさんですね。こちらにも数え切れないほどの下駄箱。数えれるけどな。はい、上がりまして、何、まずこちら消火器。はい、大事ですよね、消火器。はい、ここみんな覚えてください。入って、消火器、はい、オフィス、オフィス、オフィス、行きます。オフィスは走り回るぐらい光です。いろんなトレーニングができますね。あー、ここからも練習が見えるな。あー、みんなが頑張っている姿が見れますね、ここから。そしていっぱい仕事をしてくれるんでしょう。スタッフの皆様が食事をされるんではないでしょうか。中はどうなってるんでしょうか。普通のお家と一緒ですね。はい、家と一緒で、まあこちらにあの食べ物をたくさん収納できたりするんではないでしょうかね。こちらはウェイティングルーム。こちら使っているか使っていないかまでできます。それでは入っていきましょう。お客さんが来た時に対応する部屋になっております。これが応接室1。はい、ありがとうございます。大好き、はい、やりやりたいです。そしてその広さは、その広さは何ができる？ここ走れる、走れるなんだ。楽しい。サイドステップもできるみたいですね。はい、ここも見えます。はい、ありがとうございました。この応接室はちょっとあの寝たきれ、なんかいい匂いします。はい、しっかり連携してもらって、はい、次へ。はい、そしてこの廊下は、こちらの廊下は人にのセンサーで電気がつくみたいなので、今から走っていきたいと思います。全力疾走、用意スタート、ドン。はい、つきます。あんなに速くても電気反応します。光の速さで走ってもつきました。こちら見て、背伸びしてるから。こちらスタッフルームになります。入ってきましょう。じゃあここも走れる。あ、刑事になれた気分ですね。こうやってみんなのこといつも見てるんですね。で、今は何もないけど、おそらくここら辺に捨てられていいの。ここら辺に捨てられていいのね。監督やコーチがここで、ああ今日のあいつはやばかなっていう話をおそらくすると思います。はい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 、はい、こちらドレッシング、全部英語で言ってるけどさ、これめっちゃ発音間違えたい。やばない。ドレッシング、ドレッシング、何の部屋、何の部屋。こちらはロッカールーム。誰の選手、全員のロッカールー。はい、それでは入っていきましょ う、はい、う。ここが一番見たいんじゃないですかね、皆さん。わー、まずみんな一人一個あるロッカーの、じゃどれくらいの大きさ、一個ある、どれくらい、表現して。100センチ。高さは150なんで、高さ100、150。
60ぐらいですかね。はい、幅は幅、幅幅センチっていうんですかね。でもほら下にもさ引き出しついてんじゃん。はい、こちら引き出しがあるので、こちらには、うん、何入れんの、何入れんの、練習着たちを入れれるんではないかなと思います。そしてここにはこの上着をかけれたりして、そう、ね、上にもまあなんか置けるんじゃないですかね、いろいろとか ね、あんまガリガリしないよ。はい、はい、でオレンジ色の椅子、座り心地は確かめてみましょう。はい、あ、椅子です、椅子です。どう、ふかふか、まあ、まあまあそうですね、うん、オッケー、いい感じです。低反発ではないみたいです。こっちもあるからね、で、反対側にも、はい、反対側にもありますね、いっぱい。14、16、何個ある？14です、こちら。じゃあ30だね。30個、うん、あ、こちらはこのロッカールームに続いている、うん、ここからね、うん、扉を見つけました、ね、ここは7、なんとヒアルームです。じゃあここはどれぐらいの広さか表現してもらっていいですか。おお、まだ遊ぶ足じゃないか。サイドステップもできちゃう。サイドステップからの、からの2ステップからの後ろ向き、最後にジャンプ。はい、ありがとう。何だろうな、こちらにも水道がついていて、これでもボトルとかもさ、そうだね、よくない、洗える。これあるかな、これ洗濯じゃないんですか。洗濯キーが置くんですかね。あ、氷か。ああ、そういうものなのですね。服ですね。ああ、そしてここは一体どことつながっているんでしょうか。外ね。外。外でした。ロッカールームを出て左に曲がると、はい、こちらをまず。選手の入り口だね。選手の入り口です、うん、そしてここの扉を開けると、はい、何につながってんでしょうか。これ何ルーム、トイレ、トイレ、奥に行くと筋トレルームとつながることができました。そうね、今までよりもね近い距離だね。近い距離で、うん、行けるようになりました。ありがとうございます。先ほどの紹介させていただいた選手用の入り口です。はい、そちらを出ました。出るってなんとオレンジロード、見えますね。あんま近づいてこない。こちらのオレンジロード、わかりますか、ね、こっちにね続きます。走れるね。こんな感じです。オレンジです。これがクラブハウスのシンボル、みんな私たちがつけてるこのエンブレムがでかくダーンだ。おーい。じゃあ振って回る。大きく飾られてます。皆さん、これ目印です。目立ちますね。調査完了しました。皆さんはクラブハウスを見てどうでしたか。とっても綺麗でした。とってもオレンジでした。広くていい匂いでした。これからも
き続き支援の方よろしくお願いします。以上でクラブハウスツアー終了。